では続きやっていこうと思います。なんかね、エフミドの丘は、なんかカプワノール、港町の方から入ったので、なんかイベント発生しました。あ、何を突然。綺麗な花。あ、キルタンサスの花じゃないの。おっさん、顔に似合わず花とか詳しいのな。まあね。あ、じゃあ、あの花は。ティアの花、あ、ティアだと？ティアは、アビスだな。え、でも、あれ、ちょっと待って。あれ？ヴェスペリアの方が前だよね、アビスより。え、どうなんだっけ？あれは？レインボーフラワー。ベニナデシコとクマツズラ全然知らないじゃないの。たまたまよ、たまたま。たまたまこのキルタンサスを知ってたんですね。いやいや、そっちがたまたまじゃなくて。で、なんでたまたま知ってたんだ？俺の話を聞いてくれよ。あ！ちょ、またおっさんイベント来たわ、嬉しい。なんか意味ありげだね。騎士団の古い友人が好きな花なのよ。よく部屋に飾ったりしてたもんだから。おっさんにも友達とかいるんだな。まあ、で、誰も友達がいないみたいな言い方、一人ずつ死んじゃうのよ、俺様。そんな小動物見てアピールされたらどう返事すればいいの、私。エブンさん可愛いって。可愛くなるよ。もう好きじゅにすっごい言うとこ。アホくさ。なんかフレンとユーリの関係みたいですね。騎士団でお友達だなんて。そんな青年たちみたいに綺麗な友情とかはなかったって。私も別に綺麗な友情とかないから。あら、そう。まあ、青春とは過ぎ去るものよ。友情は遠い過去の話。じゃあ喧嘩したんですか？まあ、そんなとこかね。お嬢ちゃん、その花ちょっと取ってもらえない？え、あ、お安い御用ですよ。キルタンサス、レイブンの思い人。やっぱ、まあ、おっさん歳だからな、恋の一つや二つはしてるでしょう。例のあの人にも因縁ありなフラワーです。え？え？え？例のあの人？フラワー？え、誰だろう？え、誰だろう？え、もしかして、でもさ、あいつよ、あいつ、家が、同じおっさんとさ、心臓にブラスティア埋め込まれてたじゃん。へぇー、やっぱ繋がってんのかな？あ、そう。ということで、ちょっとなんかまだイベントありそうな気がする。まあ、おっさんぐらいの年に逆にね、恋も何もしてないってなったら逆に引くわ。ちょっと女性関係一つや二つもないっていうのは。いいと思いますよ。まあ、ムーンさんはリタッチ推しだけどね。でしょ。おっさんの面倒見てやってほしいわ、これからも。さて、じゃあ、前回ね、エフミドの丘でジュディスのイベントやったんですけれども、時間のある時に、ここ寄ってって言われたので、来ました。なんか、イベントあるのかな？なんか特に人がなんかしてる感じでもないけど、貴重なデータ、ん？ちょっと本を探してもらえないかさ、ヘルメス式について調べたいの。女の子を探せばいいのか。え、お願いするわ。見つけたわ。これエアルロンコじゃない。イフムーフとネプメジャプの、また言いづらい名前だな。あら、知ってるの？この本のこと。私ん家にあった本だもん。前の住人のものかも。そう、そうだったのね。暗号だらけの文章で全然興味出なかったから、興味持った誰かが欲しがった時にあげちゃったのよね。エフムーフとネプメジャプ。これはヘルメスのことよ。彼のペンネ、あ、そうなの？え、そうなの？ってことはヘルメス、アスピオにいたことがあるのか。そうなるわね。またあんたそういう重要なことを。ごめんなさい、確信はなかったから。はあ、もういいわ。なんでしょう、これ、文の意味がわかりませんね。無造紙平民なセロソネを字を並べてるだけか。暗号の羅列なら読んでみようとも思ったことあったけど、こんな面倒なことするのって研究所じゃなくごく個人的な各所なんてことが多いのよ。それに冒頭見てみて。我が娘に捧ぐって書いてありますね。で、続きが、さあ読んでごらん。意味不明でしょ。当時は読む気にならなかったのよね。まさかこうやって娘さんに対する挑戦状では。そうなると思うわ。なるほど。呆れたバカ研究者ね。
自分の作ったブラスティアがどうなってるのかも知りもしないで。そうね、頭にきた。これ私が持ってって解読してやる。ちょ、それはまずいんじゃないです？いや、それでいいと思う。せっかく見つけ出したのだから。そうでしょうか。そうよ、見てなさいよ、バカ魔導士。お、ヘルメスメモ来た。天才魔導士ヘルメスが独自の暗号で記述した研究メモ。筆者の気まじめさが文字に滲む。お？あ、なんかヘルメスメモって私聞き覚えのあるワードなんだけど、気のせいかな。なんか昔ゲットしなかったっけ？あれ、カルバクラムのパスワードとなんかま、混同してるかな？まあ、いっか。なるほど。このイベントはここまでかな？はい、リタの家とかでなんか発生したりしないかな？やばい、サブクエが楽しい。じゃあ次行くとしたら、エフミドの丘行ったから港町かな。カプア、トリムか、ノールか、どこか行きましょう。まあ、ちょっとリタの小屋によって、なんかないの。まあ、ちょっとなんかリタ関連のイベント嬉しいな、リタとジュディス。ね、同じブラスティア、に関わる者同士だからな。よいしょ。なさそうかな。よし、じゃあちょっと次のイベントまで一気に飛びましょうか。お、ではカップアノールに来て、宿屋に泊まったらイベントが発生しました。行くよー、せーの、ドカーン！ん？ああー、これあの時のだ。ガロ大先生やるな。まさかカロル一人で聞きたいさなんて素敵です。さすが10年後にドンになる男参ったわ。夢見てるカロルの。すごいわね。あ、完全に俺のわけだ。そんなことないよ。みんなのサポートがあったから僕の力でも勝てたんだ。みんなありがとう。そしてこれからもよろしくね。あ、なんだよ、なんとのラブラブイベントか。曲がりの剣に戻ってきて。ボス亡きご卒、次の曲がりの剣のボスはカロルくんしかいない。そうなの？どうしようかな。でも一度辞めたし。カロル俺たち裏切るのか？そうよ、私たちとギルドを作るって約束したじゃない。したっけ？ちょっとカロルカロルくん、カロル人気者やな。もう僕そんなこと言われてもわかんないよ。いい夢だった。裏付けてこっちは夢を見れねっての。これなんだろう、続くのかなこのイベント。やばい、ちょっとアスピアで私、泊まってなかったな。こう宿で泊まるとイベント始まるっていうのも面白いよね。もう一回、もう一泊してみます。あ、これはないのか。続きもんではないの？ほー。わお、どうしたラピード。で、どんなブラスティア売ってくれるんだい。世界最初のブラスティアだよ。こいつは買わなきゃ損だ。ほう、で、物はどこにあるんだい。あっちの事務所に置いてあるんだ。おっと、その前に前金で50万ガードいただかないと。50万ガード、くまー。品質ならアスピオ一の天才。あー！これ、来たー、リタイベント。さあ、どうだい。私の名前を語るローボーとかどっかで聞いた話ね。あ、見つけちまったからには知らんふりするわけにいかねえよな。うん！え、まさかあの人がコア泥棒なんです？レデッキとか懐かしいんだけど。なんだお前。こんなところで会うとは奇遇だな、コア泥棒さんよ。遺跡以来だよね、レデッキって。お前あの時の！俺のこと覚えてるってことはやったことも覚えてるよな。下町のやつの生活めちゃめちゃにしやがって。悪かったよ。あれは俺も頼まれて仕方なくやったことだったんだ。頼まれようがなんだろうがやったことに変わりはねえ。ひっ、頼む、許してくれ。許してくれと言われて、はい、そうですかってわけにもいかねえんだ。やった分の落とし前きっちりつけさせてもらうぜ。くそ、バルボスなんかにまで手を伸ばすんじゃなかったぜ。こんな変態魔導士の名前だってうまくやるためにずっと我慢して名乗っていたっていうのによ。あ、ひどい！
スピアーチの天才魔導士だかなんだか知らねえけど、要はただのブラスティアバカじゃねえか。あ、リッタ怒っちゃうんじゃない、これカッチンじゃない、悲しむ感じじゃないからな、そういうこと言われて。こんなことになるくらいならあんな奇人変人なんか名乗らなきゃよかったぜ。はぁ、あんたいい度胸してるじゃん。あはやっぱり、え、な、なに、なんで勝手に人の名前使って偽ブラスティア売りつけといて、その上変態魔導士オパーにするね、あんつは。ヒーター助けてくれ、スタンブラストぬわー、これで好きでしたわ。リタちょっとやりすぎなのでは、本人の目の前であんなこと言うから。なんだよ、俺の出る幕なくなっちまったな。いや助かったよ、まさかただのガラクタだったとはね。これから怪しい話には気をつけるんだな。うん、二度とこんなことできないように。お、ありがとうございます。しばらくアロヤの中だね。あんなやつ一生牢屋でいいわよ。これでコア泥棒の件は本当に終わったんですね。より自分で殴らなくてよかったの。まあ、それ以上のことはリタがやってくれちまったからな。いいでことにするぞ、ナラピード。あら、これ以上イベントはない感じ、なんか称号とか来るかなって思ったんだけど、まあいいか。これでコア泥棒の件はすっきりしましたね。はい、この人もイベントだ。シシリ、あ、そう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 、あのね、おっさんの技で、アリデベルチっていう技があるんですけれども、それのイベントに関連する人です、この人、シシリーさん。前はハルルに行って、で、なんかハルルからの、退場あるじゃないですか。あそこから落ちてくる花びらの枚数を数えてくれっていうイベントがあったんですよ。で、それをおっさんが、なぜだかやることになって、で、それをやった時にもらった技がアリデベルチです。この人、前にハルルの街で会った人だよね。何してるのかしら。ただここでも海を見てて黄昏出たんだ。黄昏ですか。うん、黄昏一緒にどう。特にレイブンなんか黄昏やのに向いてると思うよ。おっさん腰目だぜ。お、おい、また俺かよ。うん、じゃあ宿ででも待ってっから。ちょっと今回なんかおっさんとリタッチ関連イベント多くて嬉しいんだけど、頑張ってね。頑張れたって何よそりゃ。何もしなくていいよ。ただぼーっと海を見てれば。海をぼーっと。なんか思いつくんじゃないの？また。そう、アリデベルチの時も花びらの枚数数えて、あ、なんか思いついたって言って思いついたんですよ。レイブンのそれってボディブラスティア？うん、あ、そうよ。これで武器からスキルを習得するんよ。ふーん。ボディブラスティアってさ、武器がなくてもスキルを習得することあるんだって。へー、そうなのか。スキルってもともと本人が潜在的に持っている力で、武器はそれを解放するためのキーに過ぎないんだって。ふーんって、お前さんよくそんなこと知ってんな。どんな話かどうか知らないけどね。あ、そう。じゃあ行くね、アリーベデルチ。はい、アリーベデルチ。あ、バカンツァ、あ、なんかスキル来たんだけど。黄昏フリーマン。どうなってんだやつ、実はすごいやつなのかも。なんかどんどん仲良くなってっていうのが面白いですね。え、ちょっと待って、スキル見たいんだけど。なんかいろいろ重複してる。え、スキルでいいの？技じゃなくて。どれだ？あった、バカンツァ。攻撃をしないで戦闘を終了すると、ごくまれに最大 HP がアップ。これで13か。ちょっとなんか、いいのか悪いのか。まあ、でもイベント見れたからいいね。おっさんの。アリーベデルチ。鍵がかかって、もうこいつの家には入れないのかな。はい、はい。あ、ここもイベントか？あ、違う、イベントじゃなかった。幽霊戦とかなんかイベントあったりすんのかな。あんま行きたくないけど、もうないよね。お、次、カップワートリムに来ました。で、今宿屋に泊まったらイベントが。どう、やめそう？ページによって少しずつ変わってるけど、法則性を持たせて文字をずらしてるだけみたい。法則性探るのがめんどくさいってだけ。どんなことが書いてあるのかしら。ヘルメスって知識を悪用する類の魔導士だと思ってたのに、純粋に好奇心を追求していて、ブラスティアやエアルに対する理想がすごくまっすぐなの。
それで何を悩んでいるの？ヘルメスのメモ書きだからいろんなこと書いてあって、私が知らない魔術の術式とか書いてあるの。ヘルメスはあなたから見ても優秀そうなの？そうね、認めたくないけど、自分にない発想とかいっぱいあってショック。それに声に書かれてるの、暴走したブラスティアを壊すのに有効な術式なのよね。ちゃんとヘルメスは分かってたのよ、エアル増加の可能性、それによって引き起こされるブラスティアの暴走。だからその時のためブラスティアを壊す魔術も研究していた。ならその術あなたが使えばいいと思うわ。どういう形であれヘルメスはそれを良い形で使ってくれる人を探してた。あと引き継いでくれる人を探してたから、そうやって書き残した。その引き継いでくれる人ってのがヘルメスの娘なんでしょ。あら、その娘は魔術なんて使えないかもしれないわよ。それとも可能性なんて考えればいくらでも考えられるわ。ブラスティアを壊すために考えられたものでも、あなたなら別の使い方ができる。そうでしょ。まあそうだけど。そうね、多分この術式を使いこなせる魔導士私以外にいないから、ありがたくもらっておくか。きっとヘルメスも喜ぶわ。適当なことを。あら、本当にそう思うから言うのよ。お、ネガティブゲート、え？おー、技かな？ネガティブゲート。ちょっと見てみよう。やばい、なんか今回ちょっとディタッチいっぱい出てきてくれて超嬉しいんだけど。術見ます。ネガティブゲート。お、来た！中級魔術か。魔空間を引き出す中級魔術。へえ、なんか変化技ないかな、発生してな。ちょ、もう一回止まる。あ、さすがに2回目はないか、カロルみたいな感じで。オッケー。スキルの変化技もさ、なんかたくさん使うと習得できるから、そのまま、術として。よいしょ。だからなんか新しい技が来ると嬉しいですよね。じゃあ引き続きちょっとでトリムを散策します。ん？お、さらにイベント、あれ？ねえ、あれ見て。あ、これあれじゃん、イエガーの。引き継いでた女の子たち。お姉ちゃんまた来てね。ああ。約束だわーん。変なとこでやったな。おい、やめようぜ、こんなとこで。どうしたの？ゴーシュドロワット？あ、あう。では、またねー。ん？やっぱ、この個人にちょっと関係してきたね、やっぱ。なんだありゃ。あの、あなた方、あのお二人と、お知り合いなんですか？知り合いっていうか、ちょっとな。まあ、それはよかった。え？心配してたんです。あの子たち誤解されやすい性格ですから。でもちゃんとお友達がいるって分かって安心しました。誤解ってあの二人、リバヤさんの、うっあんたは彼女たちとどういう関係？私はここの保護をしています。あの子たちはここの出なんです。あ、孤児だったの？ここって。身寄りをなくした子供たちを育てるための施設、救児院ですわ。あの二人も10年前の戦災で家族を失ったんです。あれ、神魔戦争か。そうやって神魔戦争のことかもね。先生、この人たち誰？お姉ちゃんたちの敵を僕がやっつけてやる。これやめなさい、あなたたち。とてもご立派ですね。そんなことされてるなんて。私たちだけではとてもやっていけません。すべて寄付あってのことです。イエガー様という方なんですけどね。それはもっと、イエガーすごいじゃん。イエガーが、あの御神がなんでそんなことを。理由は知りません。でもあの方は一度だって何か見返りを求めたことは。あ、家がいいやつだったのか。先生、お腹すいた。え、なんかこのイベント続きそうなんだけど。どういうことなのかしら、あの男が見返りなしに寄付をするなんて。絶対に裏があるに決まってるわ。現にデルの二人だって手下になってんだし。まさか手下にするために身寄りのない子供たちを育ててたとか。やつなんやりかねえわな。どうした、嬢ちゃん。いえ、たださっきの方のお話だと本当に善意だった気がして。でも私たちの知るイエガーは本当に同じ人なんでしょうか。だってどうだろうな。ちょ、気になるんだけど。はい。え、今回来たらなんかイベント進んだりするかな、ここ。宿泊まったりとか。ちょっと待ってね。なんか、気になるけど。ああ、次パティかな。あ、シシリー、また、また。ここの声は、
どうもどうも。はい、おさん、出番よ。まだ何も話聞いてねっつの。今度は何のよ？あの港に泊まってる船ってさ、あんたたちの？うん、僕たちの船だよ。もとはカーフマンさんのだけど。ちょっとさ、海賊出てくれない？え？喜んでどうぞどうぞ。海賊？待つのじゃ、船に変なことしたらうちが許さんのじゃ。海賊ってお前どうするつもりなんだ？ちょっとつけてみたいものがあってさ、もう悪いようにはしないからさ。そんなよくわかんねえことさせると思うか。なゆりくん、ちょっとやせてみてもいいんじゃない？おさんなんか考えがあるのか？いや、そんな大したもんじゃないんだけど。まあまあまあ、ゆりが言うならしょうがないの。たし変なことしたらうちにもわかるぞ。グラッツェ！はーい。何をしたんだ？何かくっついてます！サルベージクレーン！海の中のお宝とか狙えるはずだよ。ママ、すごくちゃんと設置されてるのじゃ。船体バランスの崩れ中心も計算されてる。お主なかなかやるの。船底もちょっといじったか、今まで。あ、浅瀬とかも通れる。やったー！秋船に興味があっただけだよ。あ、アリベデルチ。なんか潜在能力やばくない？シシリー博士じゃないのか。コンテナ工学の申し子、すごい人だったんだ。ブラスティアのコンテナをいじらせたら未見出るものいないらしいよ。ねえ、リタータは知ってそうだけど、知らないんかい。同じブラスティアに携わるものでも、私はブラスティアを研究したり魔術を使う魔導士。ブラスティアのコンテナとその性能を活用することを追求するブラスティア技師とは違うから。へえ。シシリ博士のことは今建築ギルドの連中が躍起になって探してるって話だよ。カーフマンと取引ができそうな情報だな。だ本当に君の具合で自分に興味のあるものしか触らないって話だけど、なんかめっちゃディタっぽいけどね。そのすごい博士の気まぐれどんな性能か試してみようぜ。お、サルベージクレーンが、つきました。はい。海で気になるところがあったらサルベージクレーンで引き上げてみましょう。引き上げられるポイントに近づけば調べることができます。アイテムやガールド、それ以外、それ以外なんだと？フェルディア号の船底が厚くなり、本体が強くなりました。これで今まで通れなかった浅瀬も突き抜けられるようになります。へぇー！これはちょっと良かったね。シシリーに感謝。やったぜ。やばい、ちょっと、サブクエ回収が終わんないんだけど。楽しすぎて。すまんな、ちょっともう少し続くわ。だっていつでも戻っておいで。ここがね、パッティ引き取ってくれたお家の家主さんというか、こう東大にいたんですよね。本当よかった、パッティ一人じゃなくって。よいしょ。さて、じゃあトリムはこんなもんかな。じゃあ次のポイントに行こうかって。いやいやいや、ちょっと待ってよ。なんかもう一泊してみようか。やっぱ求人だっけ。あそこが気になるよね。イエガーの話。まあでもなー、イエガーのせいでドンが死んだっていうのもあるかな。まあ一番の原因はハリーだけどって。どうなんでしょうね。イエガーも孤児院出身だからとかかね。じゃあちょっともう一回入ってみます。一回出たらいいかな。あ、そうだ、あとカーフマン。さっきね、行った時にはいなかったんだけど、さっきは船のイベントを経由したらなんか出てきたりするかな。あ、いないね。カーフマンはね、前回の動画で、シュバーンの
あの衣装イベントあったと思うんですけれども、あれのね、なんか発生条件として、あの1回ね、あのカウフマンに会ったんですよね。まあ動画には収めてませんが、はい、あ、特に何もなさそう。またなんか別の機会で発生するかな。もしかちょっと宿に泊まってみたら変わるとかかな。ちょっとごめんね、なんか気になっちゃって、家があのこと。やっぱおっさん好きだから、なんかおっさんに関連するイベントは気になりますよね。おっさんとリタッチに関するイベントは気になる。よし。なんかあのミニゲーム系はさ、別にすっ飛ばしてもいいかなって思うんだけど、こうなんかストーリーに関わる話めっちゃ気になるんだわ。あ、ないか。また別の機会でなんか絡んでくるか。そっか。よし、じゃあ次のサブクエのところまで移動しましょうか。ん？あなたもしかして悩みがありますね。あ、パティだ。ちょっとね、またあのカプアノールの方にやってきたんですけど、うちか、そうじゃの、ひえじゃ悩みだらけなのじゃ。占い師ギルド、半熟の橋か、なんて読むんだろう、ザラシャンさん。私があなたの悩みを占ってあげます。はい、そのままじっとしてて。お？まあ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 、えい！つまりあなたの悩みは恋の悩みですね。おお、すごいのじゃ、当たりなのじゃ。その恋成就するためには、まあまあまあ、あなた自身が戒めとする教えを大切にして実践すること。戒め、それは海の教えかの。それ何？はい、フリードがモットーにしていた教えなのじゃ。そんなもん守るだけで願いなんか本当に叶うのかよ。実践あるのみです。さ、占ってあげたので お金をください。1000ガルドか。何金取るの。ただで幸せがつかめるなんて、そんな具合のいい話世の中にありませんよ。ねえ、勝手に見といてさ、お金取るなんてさ、騙し討ちじゃない。そうだな。まあでも払っとこうぜ。はい。いいこと。あなたに幸せを与えるラッキーアイテムは海底から引き上げられたものです。お、サルベージしろってことか。海底から引き上げられたって随分と漠然としてるな。私が見合うのはそこまでです。ではさらば、あなたの恋に祝福あれ。パティの声はやっぱ有利だよね。うさんくさいわ、おっさんと同じくらいに。何、おっさんの方がまだ健全だっつーの。海底から引き上げられた方のサルベージでしょうか。海の教えその18。海の危険がいっぱい。しかし未知なるものに出会うこと恐れるなじゃ。なんだそれ。恋とは海のごとしじゃ。そこは未知の領域なのじゃ。しかしうちは恐れを恐れず、よりの心の奥を引き上げるのじゃ。まあ何でもいいけど、仮定すりゃいいんじゃないの。なるほど。なんかあれか、一度訪れた街でもさ、もう一回訪れるとイベント発生することあんのか。シシリーさんとかいなさそうだね。でもこれはきっとあれだな、あのシシリーの船の改造イベントだから発生したんだろうな、きっと。あとは特になさそう。うん、じゃあちょっと移動します。お、イベントだ。いらっしゃい。おや、あんたら前にドレスを合成しに来た人たちだね。前作ったドレスまだ取ってあるけど、いるかい？本当です？あ、これ、ジュディスとエステル。あ、セクシー台風。え、セクシー台風？あちらのお嬢さんも結構似合ってたよな。チーグルの毛と霊魂のかけら一つずつ、神木コカドレスの爪を二つずつ持ってきたら作ってる。チーグルの毛って、ミュウかよ。あちらのお嬢さんもどうだい？あ、セクシータイム。え、消防だったんだ。へぇー。チーグルの毛って。ほら。チーグルの毛ってないよね。え、あいつら飼うの？飼るの？ミュウたち。それはやだな。今さ、もう、この動画がアップされてる時はさ、もうきっと3月に入っちゃってると思うんですけれども、テルズ・オブ・ザ・レイズでゴッド・イーターのコラボの話を、コラボをしてるって話を前回か前々回の動画にちょろっと話したと思うんですけれども、その中にね、ルークがいるんですよ。ゴッド・イーターのキャラプラス、ルークプラス、あと、テルズシリーズは何人かでね、ルークの必殺技にね、ミュウが出てくるんですよね。
それがまたちょっと可愛くて可愛くて、まあ、本編のミューはあんまり好きじゃなかったんだけど正直。でも見た目は可愛いからさ、ミュー。もうレイズでさ、あのルークとねティアがイチャイチャしてるの見ると本当にね、もう涙出そうなぐらい嬉しくなるわ本当に。よいしょ。ちょっとまたイベント探します。なんかヘリオートなんかないっぽいな、さっきのイベント以外。どうなんだろう。あ、シシリーさんいたわ。はぁ、あ。あ、あれ、シシリー博士だよね。ほんとよくあるのね。私たちの行くところに先回りしてんじゃないでしょうね。声かけた方がいいんでしょうか。おっさんどうすんだ。俺かよ、しょうがねえな。元気？はぁ、あ。ずいぶん落ち込んでるみたいじゃない、どうしちゃったの。最近なんか刺激がなくてさ、お前にも悩みがあんだな。ね、ねえ、シシリーさん。シシリーさんはすごい職人なんでしょ？武器とかも作れるんでしょ？だったら僕たちに強い武器作ってよ。今は興味ない。そっか、残念。自分が興味あるものしか使わないんだったな。君面白い髪型してんだな。え、髪型？そうかな。なんかひらめいたぞ。君の髪型からヒントをもらったよ。あそこ材料を集めなきゃ。あ、アリベデルチ。ほんと変なやつ。でもまた会うんだろうな。なんかひらめいちゃったみたいですけど、大丈夫なんでしょうかね。これぐらいかな、ヘリオードは今のところ。またね、メインクエストを進めたら、サブクエ巡りやろうかなと思ってますけれども、その時またなんかひらめいたりするかな。あ、こっち通れんじゃん。カッパートリムに森林地帯。あ、ここからフィールド出れるんですね。じゃあ次のポイント行きましょう。あ、なんかこの人いるんだけど、あの宝箱はついに取れるか？どうしたの？カロイ・レイブンじゃないか。いや、ちょっと困ったことがあってな。どうしたん？僕らブレイブ・ベスペリアに行ってみて。単純な話なのか、倉庫の鍵をなくしてもらってのは片付けができなくてよ。まさしくカロル大先生の出番じゃないのよ。え、僕？得意の鍵開きよろしく。案外、難しかったりして。あー、やっぱ、苦戦してるね。この鍵結構古いみたい。ちょっと難しいや。ごめん、力になれなくて。どうしたもんかね。ん？俺様ってばやっぱり天才ね。何？嫌な予感するんだけど。少年、あの時と同じだよ。上からよろしく。ちゃんと持ち上げるからさ。やった！俺様に抱えばこんなもんよ。英文肩車しただけじゃん。あ、倉庫の中のものあげる。ありがとう。え、だって片付けようと思ってたんでしょ？もともと荷物を整理しようって思ってたから捨てるものもあっただろうし、何より今回の依頼の報酬だよ。報酬出てもうすぎじゃないかな。いいじゃないの、ブレイブ・ベスペリアが仕事した報酬なんだから。ぶっちゃけ俺も何入ってるか分かんねえしな。あ、ありがとう。こうやってね、ちっちゃなことからコツコツと名前を売っていくんですよ。お、ポイズンチャーム。お、何これ、 F の彫像、フレンドシップの彫像。あれ、ちょっと待って、なんかこのキャラ見たことあるぞ、私。なんだっけ、これ。なんだっけ、え、バンナムさんの、なんかキャラクターですか？あれ、風のクロノアじゃなくて、なんだっけ、なんか見たことあるな。ゲート時間が半分になるお守り。へぇー。ピオハン。わ、ちょいちょいいろんなのあったな。芸術論。素敵ですね、この彫像。彫像っつうよりは、おもちゃに近いけどな。お城にいたから、こういうのエステルには珍しいんだよ。他の彫像も見てみたい。なんかまだあるのか。始まったな、エステルの収集癖が。あら、芸術館なんて人それぞれなんだからおかしくはないわよ。そうね、私もブラスティア以外には大して興味ないわ。僕はギルドのマークはかっこいいやつとか気になるな。ユーリは？ん？そもそも芸術的なもんなんて気にしたことないしな。そういう目で見ること自体ないわ。聞いて聞いて、おっさんはね、何が好きかってね。女の人。お、
当たりです認めるな当たりです面白いあのスキットいいわ面白い。なんか声優さんもめっちゃ楽しんでやってそうだよなこれウィンウィン。ということでね、ダンブレストにやってきました。獣化大森林ちょっと見たんですけれども、特に何もなさそうだったのでね、そのままダンブレストに来ちゃったんですけれども、料理もないだろう今のところ多分。ちょっとイベント見てみます。はい、んこの人元気でやってるから、それよかった。それはブラッドアライアンスの連中から鍵もらったんだが、俺持っててもしょうがないからお前らにやるよ。ガスバーロストの地下室の鍵、へえ、ガスバーロストの地下に入るための合鍵、マスター家はバルボスが持っていた。これ行けということか、行ったらなんかあるってことなんだろうな。お、なになになに？完成ざます。え？小池の前髪おっさんの称号。なんだこれ？え？なにこれ？ちょっと！これも衣装だ。あー！なるほど！レイブンの服に、あの、シュバーンの髪型ね。まあ、これがいいかな。これが一番好きなんだけどさ。シュバーンはな、まあかっこいいと思うけど、そこまで興味惹かれないからな。やっぱレイブンがいいよ。こっち側面倒だからやめとこっか。よし、じゃあちょっと今回はここまでにしようかな。やばい、サブクエ探索が終わんないんだが、もう1時間10分とか動画撮ってるんでね。楽しんでもらえてますかね。ね、あの、今まで、こう、動画見てくださった方で、ベスペリア面白いなって思ってくださってる方はね、多分キャラの掘り下げとかもあったりして、すごい面白いんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、あの、もう少しね、続くたま、あと、1パートか2パートぐらいは、サブクエやると思いますので、はい、まあ、引き続きお楽しみくださいませ。ご視聴いただきありがとうございました。